岩手競馬タモンチャンネル。あ、すいません。今私はですね、盛岡競馬場に来ております。今ですね、場外馬券発売所ということで来ておりまして、めちゃめちゃ天気がいいです。岩手さんがね、入り口のね、ちょうど向かいに岩手さんがパカーンとこう見えるわけでございます。ちょっと雲かかってますけどね、めちゃめちゃ天気いいですね。お疲れ様です。ね、皆さんスタッフさんがいらっしゃいますね。活気あふれてます。もうまだ1列前なんですけど、すんごい人来てますね。入り口でございます。今ですね、こうスタッフさん、あ、こんにちは。はい、検温ね、はい、OK です。このね、消毒して、はい、ありがとうございます。失礼します。さあ、そういうわけでね、入り口の方で検温もしておりまして、さらにはこちらですね、ご来場の皆様にはこちらお願いしております。マスク着用、入場時の検温、消毒による手指消毒で、ソーシャルディスタンスでございますね。これいいですね。一馬身は開けるということでございます。皆さん一馬身を開けてください。で、入り口入ってすぐにはおなじみの馬のブロンズ像でございます。このね、入り口からちょうど正面で見ると翼が生えているような、翼が生えているようにね、見えるわけでございます。ペガサス、ペガサス、エンパイアペガサス、すいません。というわけで、今日は一日こちらで岩手競馬楽しみたいと思います。人がね、溢れております。人の顔はね、やっぱり映せないので、できる範囲で。あ、もうね、めっちゃいい匂いする。焼いてる。この匂いは、あの匂いですよ。あの匂いがする。いいですね。さあ、食堂の中に入ってまいりました。出ました、元祖ジャンボ焼き鳥でございます。いや、本当はね、ここら辺も行きたいんですけどね、止まんなくなっちゃうんで。すいません。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっと撮影してます。 YouTube 誰も見てないですから。全然見てないんですよ、これ。あ、タレと塩1本ずつお願いします。焼きたてがもうすぐ出来上がるそうでございます。タレでかい。やべ、俺ひげ剃ってないですよね、今日。いただきます。でかい。いただきます。最高です。タレ、うまい。ビール飲みてー。次もビールだな。タクシーで馬券当てりゃいいんだから、タクシーでくれんだよね。今度からタクシーで来よう。さあ、第1レースが始まります。盛岡競馬場ですね。ソーシャルディスタンスを取るために、見ますかね。ここにね、バツがついておりまして、ついてないところだけ座れるというふうになっております。今日はね、めちゃめちゃ天気いいからね、めちゃめちゃ天気いいんで。あ、第1列でございます。気持ちいいな、おい。あ、最高ですね。気持ちがいい。最高に気持
ちいいっすわ。天気いいし。でも生でね、観戦できたら一番いいんでしょうけど、でもやっぱり、生でないとしても、競馬場でこうやって、のんびり、競馬できるって最高っすね。最高だな。眠くなってきた。芝コースの方もね、だいぶね、だいぶ整備されてますね。うん、いいですね。でかいですね。でかいブロンズ像でございます。はい、こちらはエミール・アントワーヌ・ブールデルが作ったということでございます。バッでかい、はい股間の方もかなり大きめでございます。でまあ馬体的にはこれはスプリンターですよね。スプリント罫線ギュッとこう馬体がしております。マイルもしくはスプリント得意な馬なんじゃないでしょうか。やってきてバットモンチャンネル。本日は本日です、もう間もなく今ですね、もう馬券の購入を締め切りまして、もう今まさにって感じですね。ファンファーレが今まさになろうかというところですね。私の買い目は昨日宣言した通り。あれ？何なんですか？え、どうした？焼き鳥突っ込んだ。ジャンボ焼き鳥の食いかけです。それに飲みました。イエーイ。さあさあだ、さあ来ました。さあなんだ、パンプキンズが、パンプキンズが出ました。パンプキンズが出ましたね。で、4番ランガディアが割れて先行した。なるほど。自分的にはなんか見ないけど、何ですか。あ、まあでもまあゆっくりだ。スローペースになりましたね。スローペースになりましたけど、ランガディアが少し、ランガディアが少し引っかかってる感じがする。あ、大丈夫だぜ。パンプキンズが、パンプキンズがマイペースで逃げております。そのままそのまま、ドアドア、ドア。はい、先頭はパンプキンズでございます。1周目でございます。さあ、俺だ、俺映してんだろ。あっち映したいんだよ、本当は。でももうどうしようもないんだ、これは。あ、うわー、すごいスローペース、すごいスローペース。さあ、パンプキンズがマイペース、あ、ランガディアが我慢できずに外側に並走し始めた。かなりゆったりですね。これはパンプキンズ勝ちに来てます。勝ちに来てます。さあ、どこで仕掛けるか。ランガディア行きたがっている。さあ、パンプキンズ。おー、で、うわー、これはもう、上位4頭が固まっております。上位4頭が固まっている。5番のセンティグレードもこれ伺っているぞ。6番、サイゴールドまであるぞ。ちょっと待って。そうですね。山勝ブラがちょっと下げた。さあ、相変わらず先頭はパンプキンズ。これもほとんど並んでいる形。さあ、パンプキンズが少しずつペース上げている。さあ、ペース上がった。明らかにペース上がっている。さあ、パンプキンズ行け。山本。まだいける。さあ、4コーナー。パンプキンズ勝ちに行ってる。ランガリアか。ああ、で、俺の負けが確実だ。山本が後ろから行ける。パンプキンズが、山本が来てる。うわあ、これあれか、5番が来た。うわあ、2番手争いは、ほぼ来たじゃん。セントグレード。エンパイアメガサス2頭です。この2頭の争い接戦。4番のランガニア勝ちました。ねえ、もう来たじゃん。11年。誰が私、ごはんって。第38回、気象圏、気象圏、正面2番。まあ、当たってないんだけどさ。6頭でした。パンキーだ
勝ちましたのは4番ガンガリア、そして重賞4か。いやいや、センティグレード2着だな、これ。センティグレード2着だ。ついた。うわ、これさ、もうさ、ずっとだよ。荒れてんの。さすがに今日荒れないと思ったらさ、今日も荒れるよ。今日も荒れたね。ちょっと待って。荒れてないわ。俺がこっそり買っていた。俺がこっそり買っていた負けはどうだ。俺がこっそり買っていた。こっそり負け。こっそり負けは。外れている。外れている。全然違う。だからこれがさ、惜しいんだよ。一夜の。一夜だ。全く一緒じゃん。全く一緒でした。何それ。だから外れたんだ。これさ、佐藤さんも同じの買ったわ。だから外れたわ。うわぁ、すげぇレース。うわぁ、これで展開だな。展開だな。今日山椒ブラックがファンテリーに入れなかったね。あんだけ溜めて溜めていたけど。でもこうなったらそうだよね。瞬発力勝負だもんね。瞬発力勝負だったらランガリアが来るやつは。あ、来たわ。こんにちは。来たよ。マダム関係です。そうですね。マダム関係です。なんで場外馬券状としておりますか。うわ、すげえな。いやー、パンプキンズ、頑張ったけどな。いやー、すごいレースになりましたわ。すごいレースになりました。いやー、でも10レース、10レース爆勝ちしといてよかったな。爆勝ちっていくらだった？3000円。でかいですね。でかい。傷は浅くすんだ。でもやっぱね、競馬場で大型ビジョンで見るって楽しいねっていう話ですね。はい、というわけで、波乱の日曜日大賞典になりました。配当こそね、3連単1万2000いくらということですけども、それ以上のね、波乱っぷりだったんじゃないでしょうか。難しい。いつ取れるんだ。はい、というわけで、無観客レースはまだ続いておりますけども、場外馬券場一部開放しております。で、水沢が開催の時は森岡競馬場、開放しております。ほんとね、気持ちがいいです。特に晴れた日、今日みたいな晴れた日なんかはね、ほんとすごく気持ちがいいですし、グルメもね、ジャンボ焼き鳥をはじめ、まあ、他にもありますんで、それは行くたびにいろいろ紹介したいなと思っております。で、明日のメインレース、スプリント特別、こちらは4、5、6、3連複以上でございます。それでいきたいと思います。はい、では引き続きチャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。